じゃあ、スーパーデーモンリターンズの続きやりたいと思いますんで、このゲームの挑戦クリアしたら、このゲームセンター CX ね、アリの挑戦状2のノルマ挑戦はすべて終わりになりますんで、リンゴ合計100個取れ。で、あと最後の4つ目の挑戦クリアすれば、このアリの挑戦状2に関してはすべて終わりになりますんで、でその後はね、ガディアクエストサーガーのまたね、続きをやりたいと思ってるんでね、まだこのゲームはやりたい、やりますけど、このアリの挑戦状2は、100個取るんですね、リンゴ。まさかね、取り落とすデラックス30分もやるとは思わなかった。10分ぐらいで終わると思ってましたけど。100個ですね。リンゴ100個取るんですね。これ打てば魂いっぱい出る。あ、違うわ。でかくなるやつか。スーパーマリオみたいなもんですよね。あの頃。地道にやっていけばいいですよね。もう全部取りゃいいでしょうね。ああ、結構このトゲのやつにやられるな、俺。こいつ踏んだらやられますからね。だから結構難しいんですよ、あの敵は。このリンゴを取れないな。あ、取れた取れた。リンゴ100個取ればいいんですよね。でも何個取ってるかわからないんですね。表示されないんですね、リンゴの数は。魂の数はね、表示されてるけど、リンゴの数は表示されてない。あ、リンゴ、また出てきた。時間経てはでリンゴ出てくるんですね、またね、これ。時間経てばリンゴ出て出現するな。あ、そっか、上に打てるんやったな。ああ、しまった。
ああ、ジャンプでいけない。魂がいっぱい取れるもんな、あれは。届かないな。いや。あ、これでクリアや、この面、一面。でもこれ、ダメやな。助走がこう、うまくいかないもん。ダメや。低い位置で取った。高いところで取るとはええねんで。リフトやね、これ。はい。スーパーマリオの状態みたいなもんですもんね、これ。でかくなってるときは。こいつ怖いね。これファイヤーマリオみたいなもんでしょうね。スーパーマリオで言えば。うわ。あれまあ取りたいけど、いや、今目的はリンゴを取るのが目的だから。100個いかないか。中間地点ですね。あ、あれ石のやつは壊せないやつですね。石の壁は。あれ踏んだらダメージ受けますからね。あ、これでクリアやったんか。あ、また下から取る感じになるな、これ。まだリンゴ100個取ってないのか。何これ。ああ、敵が出てくんのか。これで乗っていけってことか、これ。ああ、取れんかった。あ、またや。まだ100個じゃないの？そろそろちゃうの？あれは取れないな。取れないな。
これ表示されるんかな。リンゴ取ってる個数は表示されないもんな、これ。ああ、やばい。そうか、下は穴やったんや。最後の残機、あ、ちゃうな、まだ最後じゃないか。これ100個ってえらい、そんなに、とっくに100個取ってる気するけどな。リンゴ100個やから。取ってないかな、リンゴ100個まだ。下行っても大丈夫なんかな、これ。なんか下落ちたら死にそうな気がするから、やめとこか、あれ取るの。あの D ってやつ取るのやめとこ。ほな、行こうか。こう横から効かないんじゃなかったっけ、やっぱそうやな。効かないんですよね、あれ、攻撃が、横からは。ああ、結局こいつやられるな、俺。わあ、敵やったんか。魂出るのかと思った。これ最後の残機やん。つうか、100個取ってないのか、まだ。リンゴ100個とっくに取ってないの？取ってると思うけどな。なんでやろ。なんでも目標達成なれへんね。表示されてないからな。リンゴの個数が。どういうこっちゃ。これはいいねん、別に。そんなせんでええねん。上から行くか、怖いから、これ。あ、上から行けないのか。行けないんや。M って何やろな。これ、落ちるとこにあるもんな。取らん方がいいよな。落ちたら死ぬようなとこに置いてあるから。リンゴちょうだい。うわ、上行けないやん。どうすんのこれ。こいつを倒してあれするしかないんか。あー、しまった。今ので上上がらなあかんかったのにな。それで上上がると、ああ、時間切れじゃゲームオーバーや。ちょっと待って、リンゴ100個取ってないんかい、あれで。お前にはがっかりやわ。どういうこと。酔い止めるめっちゃ綺麗やな。メンセルできるんや、一応進んだとこまではね。どういうことこれ。ちょっと待って、ちゃうねん。ちょっと挑戦詳細もう一回見ますけど、ちょっとどうやって戻んねん、これ。戻り方わからんわな、これや。
リンゴ合計100個だよね。合ってるよね。この挑戦、リンゴを合計100個取れば達成。ただし、ゲームオーバーになってコンティニューした場合は、数え直しになるぞ。慎重にプレイを進めながらステージ中にあるリンゴを集めるのだ。リンゴ100個で合ってるよね。数えるかも、これ。100個取れてなかったの、今までも。1、2でしょ。3、4でしょ。5でしょ。6でしょ。リンゴの数表示しといてくれよって言いたくなるな。7、8、9、10、11、12、12個でしょ。これそれとも他のアイテム取ったらあかんとかとか、そんなことはないよな。9、10、13ぐらいか、今。13ぐらい。14、15、16、17やろ。あ、しまった。これなんやん、ここのやつ。今で17ぐらい。17ぐらいでしょ、今。おりんごないから行っちゃうかも。18、19。ああ、しまった。20でしょ。21でしょ。ああ、しまった。これ B ダッシュないもんね、このゲームね。あかん、取れんかった。今で25ぐらい。もうちょい高いところで取らな。27。あー、しまった。28、29、30。ありゃ取らんでいいや。31。で、32。33、24、35、
36、37、38。そうか、意外とあれなんですね。リンゴ少ないからなかなか進まないんですね、個数が。まだ38やったんや、ここで。50個ぐらいと、ね、取ってる気分ですけど。39、40ですね。42、43。まだ43ですもんね、ここで。44、45、46、47。48、49。これでやっと50個ですもんね。50。ここでちょっとクイックセーブするか。クイックセーブしておきましょう。50個取ったとこでね、半分取ったとこで。F5。で、クイックセーブなんですよね。されてますね。はいはい。50個取ったとこでクイックセーブしました。はい、51、52。ほな行こうか。あ、これでクリアか。よし、高いところで取るとええねんで。ここでゲームオーバーになりましたけど、やっぱ100個取れてなかったんですね、あんだけやってても。ここでやっと52個ですもんね。わからんもんで。53、54でしょ。55、56。だいぶ長いね、じゃあ。57、58。これ下壊した、落ちてやられたから。はい、59、59、60、61。11個ですよ、やっと。62、63、64、65。上から行った方がいいのかな。65、66、67。1個取れなかったな。68、69。ああ、しまった。登れないね、あれ破壊してもたら。70ですね。やっと70、71、72、73。あった、危ねえ。1アップしました。この下何やろう。あ、下行けないのか。
67ですね、今のところね。よし、ゲット。高いところで取るとええねんで。これ難しいですね、高いところで取るのね。デーモンリターンズの最初のやつで一回だけ高いところでジャンプできたことありましたけど、それ一回しかないですよ。ここなんかありそうやな。はい、ここでちょっとセーブしましょう。はい、セーブできてんね。はい、ロード67個です、今のところ。こんだけやってもまだ67個ですからね。なかなかハート取るっていうのは結構大変なことですね。68 69。あー、しまった。で、これ80かな、80ぐらいかな。黄金のリンゴや。リンゴ満タンや。ああ、まさか。81個かな、これで。100個って結構難しいな、思ったより。あ、やばい。81、82でしょ。83。こっちから行けないんだよ。逆行ってたからあかんかった。84。よし、ゲット。あれ取れないよね。何やろ、あのアイテムっぽいの。いけないのか。おお、危ね。85。ここボスがいそうですね、ここはね。86。あれ取るの難しいな。87。88、89ですね。あと10個ぐらいか。上行けないね、これ。これ倒して上行くってことか。あ、なんで倒したらあかんねん。あ、これで取れたんや。よかった。そっか、数えてたけど、思ったより取ってたんですね。90個ぐらいだと思ったら、10個ぐらい数え逃せたということですね。やりました。挑戦クリアしたで。リンゴはばっかもりもり食うてよう飽きないもんやな。ところでお前、スーパースピン使ってるか。あのでかいブロックが、ドドドドド。で、これを壊れるのはめっちゃ気持ちええな。あれこそまさにスーパーやわ。地道なリンゴ集め、ご苦労さん。ようやったと褒めて使わすで。それでは最後の挑戦に参ろうか。ビナの衆。俺しかおらんけどな。ステージ1の4をクリアせよ。この挑戦はステージ1の4をクリアすれば達成。とにかくステージ1の4の最後にいるボスを倒せば挑戦クリアになるぞ。得点アイテムには目もくれず、ステージの先にどんどん進むのだ。スーパーデモニターンズをクリアプレイして1の4をクリアせ。1の4にはボスが出てくるで。果たしてお前にボスが倒せるかな。デモリターの時よりずっとパワーアップしとるからな。スーパーデモニターンズで長くて言いにくいな。省略した名前を考えた方が良さそうや。お前はどんなんがええと思う。スーパーデモリタ、スパデモ、スパリタ、スーパーデモ、スパリタ。じゃあ
デモはどこ行ってん？そうそう。悪魔が主役のゲームやからデモは残した方がいいやろ。まあ、スパデモやな。スパデモがいいかもな。やっぱデモリタやな。あ、デモリタ？シンプルでいいやろ。デモリタやったら最初のやつになってまうやん。ファミコン版のデモリタになってまうやん。贅沢。前作に戻ってもうた。そうそう、そうなるんよ。じゃあセーブしよう。ここまでの挑戦の記録を保存するんやな。よかったよ。じゃあ保存するわ。これ。選べんですよね。4からできるんですよ。だからここクリアすればいいわけですから楽でいいですね。クイックセーブしたところからでもいいような気がするんだよね。これどこでクイックセーブしてたっけ？ああ、ここでクイックセーブしてたから、まあ、ここから始めてもまあ言うたらよかったわけですね。うん。あ、ロードされなかったから、あれか。取れなかったから、まあいいか。同じことばっかり言うてんな。はい、こうやって行くんですよね、あれはね。そうか。あ、そういうことか。ああ、そうか、そうか。しまった。ロードせん方がよかったんや。そうか、そうか。これ、リンゴの挑戦になってまうねんな。ああ、そうか、そうか。しまったな。ロードステップクリアしたらあかんやん。戻ってまうやん、結局。しまったな。バカやな、俺な。そりゃそうやん。そうなるよ。なんでそこに気づかんかったん、俺。だからまた結局最初からになるんですよ。1の4のね。あー、1の4ちゃうっつうに。メンセレせなあかんねんっつうに。で戻るんやって、はい、あー、そうか、これこれリセットできないねんな、このゲームな。やり直すことができないからめんどくさいんですよ。
あちゃあちゃ、これちゃうってね。今どうやってこの画面出したん？オフにできないのか、これ。お店に行くってやったらめんどくさいことになるしな。しゃあない。またこれやるしかないや。もう、ほんとめんどくさいな。こういうね、なんつうかね、無駄な時間になってしまうような事態になってしまうことがよくあるんですよ。最初から 1-4 からやってりゃこんなことはならなかったんですよね。わざわざね、これでやっときゃよかったんですよね。さっきやったのは。なんでさっきロードしてもうたんやん。わざわざロードしたら余計めんどくさいことになるだけやったんや。今びっくりしたもんな。ボス倒してないのに挑戦クリアになったからなんでや思ったんやな。わけわからんかったな。そういうことやねんな。ロードしてプレイしてたから、その前の挑戦からやったことやってるような感じになってもうたんやね。これでいいですね。ここまで、ここで初めてですね。この場面は。おっと、危ねボスか、まだか。ボスの手前ぐらいでセーブするか。一回ね。バブルみたいなやつやな。ここか。ここはボスかな。じゃあセーブするか。F5。はい。これセーブできましたね。はい。ロード。これ入るんやな。あ、これで倒したね。クリアですね。はい、終わり。音楽は違う。挑戦クリアの音楽は。ボスも前作でデカ鳴ってたな。さすがのお前もやられるかと思ったけど、やっぱお前やるな。これでこのゲームの挑戦もおしまいやな。さすがにスーパーというだけのことはあったで。それにしても、お前が家に来てから随分時間経っとるけど、このままここにおったら元の時代に戻れるんちゃう。お前がここにおることもだんだん慣れてきてしもうたわ。お前いつになったら元戻れるんやろうな。T シャツのデザインに24が追加されました。